い、それでは民法第28問の解説始めたいと思います。第28問、司法試験平成25年の問題ということで、はい、債権譲渡の問題ということですね。債権譲渡の問題ということです。で、親問題文に事案が設定されていまして、はい、確認しておきましょう。債権者 A が債務者 B に対して有する公債権、A が B に対して有すると。ありがたいですね。名前がついてます。公債権と。この公債権を C と D に二重譲渡した場合に関する問題ということです。C と D の二人。ね。なんで二重譲渡なんかするんだって話ですけどもね。本当にやめてくれよって話ですけども。はい。C と D の二人に二重譲渡したというわけです。で、名前がついていて、C に対する債権譲渡が第一譲渡。第一としましょうか。第一と。で、D に対する債権譲渡を第二譲渡。第二としましょう。はい、いいと思います。で、始まるということです。はい、行きましょう。あです。はい。あ、ごめんなさい。正しいものの組み合わせね。ごめんなさい。正しいものの組み合わせです。はい、行きましょう。あです。A が第一譲渡については確定日付のある証書によらずに通知して、これが B に到達しと。第二譲渡については通知をしていないということです。要は C に対する譲渡だけ通知したっていうことですね。で、そうすると債務者に対する対抗要件467条1項、これ満たしていますから、最後。B が C に対して弁済すれば債権消滅。そうですね。C っていうのは B に対して通知してるわけですから、通知があるっていうことは C が B に対してお金払い、俺が新しい債権者だって対抗できるということですから、B からすれば、あ、新しい債権者様ですね。ははーということでお金を払わなきゃいけないと。で、ちゃんとお金を払ったっていうことは、あ、じゃあもう公債権消えますねと、お金払ったんだからということでなくなるというわけです。はい、これまさにその通りということですね。はい、いいです。第一譲渡及び第二譲渡のいずれについても A が確定日付のある証書によらずに通知をして、これが B に到達した、ね、第一も第二も確定証書を使ってないんですね。通知だけをしたというわけです。で、通知をしたっていうことは、あでも言った通り債務者に対する対抗要件満たしてます。債務者に対する対抗要件満たしてるってことだから、やっぱり B からすればね、これあお金払わなきゃいけないのかなってことになるわけだね。はい。で、場合には、はい。これらの通知の到達後に、B が C に対して弁済をしても、公債権消滅しないということですけれどもね。はい。解説にも書いておきました。この場合は、はい。解説の下から2行目の真ん中ですね。あ、左から4番、読んだのか。ごめんなさい。左から読みます。下から2行目の左側。両者とも B に対し、自らが公債権の債権者であることを対抗できると。いいですかね。今回あくまでも債務者に対してお金払えって要求するって場面ですから。で、しかも、第1も第2も確定日付使ってないってことですから、まあ一部引き分け状態なんだね。となると B からすれば、債務者に対する対抗要件満たしてる以上は応じなきゃいけないってことで、お金払わなきゃいけないって状況になるというわけです。で、お金払わなきゃいけないって言われてるから、お金払ったわけですから、債権消滅しない、まずいよね。ってことで、債権は消滅するってことになるよということです。はい。E は違うということです。はい、うです。はい。A が第一譲渡について確定日付のある証書。で、第二譲渡については確定日付のある証書によらずに、ずるいですね。よらずに通知をしたというわけです。まあ、ちょっと、わかりやすく書いちゃうと、小ありですね。で、第二については小なしと。いうことです。そうしますと、はい。C に関しては確定日付のある証書使ってるということですから、C と D との関係で言っても、この公債権は、はい、C のものになったっていうことで、これ決着がついてしまうわけです。そうでしょ？だって、確定日付のある証書による通知っていうのが467条2項が要求してるね。二重譲渡の決着方法ってことですから、この図を見ていただいてもわかる通り、今回の譲渡に関しては C の勝ちってことで決まっちゃったわけです。にもかかわらず、はい、3行目の右側。通知の到達後に B が D に対して弁済した。これ、債権者でないのに弁済したってことですから、これ原則、公債権、これ消滅しません。
しません。そうだよね、だって図見てもらっても分かる通り、今回の債権譲渡は C の勝ちって決まってるわけですから、にもかかわらず債権者ではない D に払ったってことですから、債権消滅させるわけにいかないよね、ということで、はい、うは違うということです。うは違うということです。いいですかね。まあ、あいう見てって分かったかと思うんですけども、債権譲渡ってのはいいですかね、誰が何をやったのかっていうのをきちんと把握するっていうのがすごく大事なんですよ。債権譲渡の問題は誰が何をやったか。例えばこのうの選択肢で言うと、第一譲渡に関しては証書がありますよと。第二譲渡に関しては証書がありません。あ、ありとなしなんだから、今回の債権譲渡は C の勝ちって決まったんだな。じゃあ C に弁済しなきゃいけないな。むむ。D に弁済してる。あ、じゃあダメだ。ってこうなるわけです。いいですかね。誰が何をやってるのかっていうのを正確に把握しませんと、そこの判断間違えると。それが債権譲渡です。いいですかね。で、債権譲渡の問題は、今ちょっと図に書いてみました通り、やっぱり図に書き起こして解くっていうのが鉄則です。なぜか。登場人物が多かったり、あ、い、うの選択肢見てもらってわかる通り、証書があるのかないのかってすごい大事だからです。いいですかね。だからそういった意味で、債権譲渡の問題って、やっぱ解くのに時間かかります。やっぱり図に書き起こしたりとかして、どうしてもこう、事案の整理をしなければいけませんので、どうしても解くのに時間かかります。時間かかるんだけども、ちゃんと問題文読んでいただければ、467条1項と2項の知識を使えば解けます。解けます。これは解けます。解けるんだけども時間かかるっていうのが債権譲渡の問題ですから、そういった意味では、債権譲渡の問題が出てきたっていうことになれば、あ、債権譲渡だ。時間かかるぞっていうのは、ちょっと分かっておいた方がいいと。いいですかね。はい。で、ちょっと時間かかるのが嫌だっていう方はね、まあ、場合によっては、一回ね、その問題パスして、他の問題を先に解いてしまうっていうのも一つの手かと思います。いいですかね。はい。で、これがうです。はい。で、えとおなんですけども、これはワンセットでの復習です。えとおはこれワンセットでの復習です。A 見てください。はい。第一条と第二条といずれについても、A が確定日付のある証書によって通知をしと。ドローですね。これらの通知が同時に B に到達した。ね。同時到達ですから、これも、決着のつけようがないということです。15回引き分けですか。ね。再試合ということですね。B は D からの請求に応じなくても債務不履行責任。これ、負います。いいですかね。A の選択肢っていうのは、C も D も証書がある。しかも同時到達ってことですから、もう決着のつけようがありません。決着のつけようがないっていうのは、裏を返せば、C も D も一応債権者って扱いにしちゃいましょうっていうのが判例なんですね。随分なんかふわっとした扱いですけども、まあ、C も D もどっちも債権者って扱いにしちゃおうというわけです。ですからこの問題のように D が B に対してお金を払えって要求してきた時には、今言った通り債権者として扱わなきゃいけないってことだから、債務者 B は支払いに応じなければなりません。応じなければならない。支払いに応じないっていうことになれば、要求されたのに債務を履行しなかったっていうことで債務不履行責任が発生します。だから A は違うという問題です。そして O です。はい。第一条と第二条といずれについても A が確定日付の証書によって通知をし、これらの通知が同時に B に到達した後にと。ね。B が C に対して弁済した。そうだよね。債権者として扱わなきゃいけないってことですから、B は C が要求してきたら C にお金を払わなきゃいけないし、D が要求してきた時には D にお金を払わなきゃいけないってことになります。ということで、はい、最後。公債権はこれによって消滅します。なぜですか？債権者として扱われている C に対してお金払ったわけですから、債務者としてやるべきことはやりました。だから消えるんです。いいですかね。ということで、O は正しいということで、2番が正解。そんな問題です。いいですかね。はい。まあ、以上ということです。まあ、この問題って債権譲渡に関する主要な論点を抑えている問題になりますので、ぜひね、債権譲渡、まあ、そろそろ今年卓一出てもいいかなっていうふうに思われるとこですので、しっかりとね、この問題を通じて、まあ、問題もそうですし、お持ちのテキストに戻っていただいて、債権譲渡、しっかりと復習していただければと思います。はい。はい、以上です。それでは民法第28問の解説はこれで終了としたいと思います。